それはそうだ。そんなことをしたら疲れるじゃないか。答えただろう。景色を変えた。夢の中にいたって外は堪能できる。むしろ好きなように修正できる分ここの方がいい。太陽がなければ日差しを浴びなくて済む。しかし昼は眩しいな。夜にするべきだったな。君は紅茶の良さがわかるようだね。いつも美味しそうに飲んでくれるからこちらまで嬉しくなる。紅茶に砂糖を入れるやつがいるが許しがたい。紅茶はストレートで飲んでこそ味が引き立つというのに。慣れない世界に来て落ち込んでいるかと思ったが、元気そうでよかったよ。退屈することもなさそうだ。眼帯？どうしてって、どうして私なんかに興味を持つんだ。いけなくはないが、私なんかに興味を持っても意味がない。目は正常だ。だが私は常に片目を閉じていなければならない。ああ、傷を負ったりもしていない。外してみるか。
本当に外すのか。言ったが本気で。いいぞ。ただし目は開けないよ。それでもダメだ。役割なんだ。ずっと片目を閉じて開かない。そういう数字なんだよ、私は。ずいぶんここにも慣れてくれたみたいで何よりだ。君の心情がどうかは知らないが、私は君がここに来てくれてよかったぞ。君がいない時間を過ごすのはさぞ退屈だっただろうからな。また退屈しているようだな。退屈は憎むべきものだ。うんざりするだろう。私も同意見だ。退屈するとイラついてどうしようもない。客人を退屈させるとは由々しき事態。屋敷の主として、さすがなお嬢さん、君は私のことをよく理解している。有能すぎるのも困ったもので、今やるべき仕事が全て片付いてしまった。退屈でたまらない。暇つぶしに付き合ってくれ。
で、どうする?二人で出かけるか、それとも友をつけて賑やかに行くか。仕事は終わっている。よし、今は昼だからピクニックをしよう。どこにするか、見渡しのいいところといえば、そうだな。俺はナンバー2、トップじゃないぜ。僕ら門番。門番っていうのもトップとは言わないんじゃないかな。そうかもね。そうだぞ。お前ら俺の下なんだからな、もっと上を敬えよ。ボスのことは敬ってるよ。雇い主だからね。俺だって上司だっつの。威厳がない。ないね。だとは。それがどうかしたのか。ん?そういうのが好みか。王業に連れてきてもよかったな。大人数だと動きづらいもんな。ゾロゾロ歩いても意味ないよ。人数が多くなると誰かはぐれそうだしね。特にバカウサギとか。おい、てめえ。
私たちだけだと不安か。何言ってるのお姉さん。僕たちが何のために雇われていると思ってるの。俺だけでも平気だが、一応ここにいるのも戦闘要員だからな。一応ってなんだよ一応って。ちゃんと給料分は働いてるよ。足りめえだがめついガキどもめ。これで役立たずだったらとうに放り出してるぜ。やってみなよ放り出せるもんなら。僕らが放り出してやる。やんのかてめえら。そう言うな。これでもいざという時には頼りになる連中だ。奇襲されてもすぐに撃退できる。逆にこのメンツで撃退できなければ何人連れてこようと無駄だ。ピクニックというか食事だな。食事の時間だ。腹減った。動物。ウサギって燃費が悪いんだね。俺はウサギじゃねえよ。うるさいな。僕らだってお腹空いたんだから怒鳴らせるなよ。てめえらだって腹すかしてんじゃねえか。騒ぐと余計に腹がすくぞ。ああ、そうだな。手伝え、お前たち。わかった。何すりゃいい？
あ、ごめん。だってお姉さんって、女の人って感じだよね。率先して準備をしてくれるなんて素晴らしい女性だな。こんなにスムーズに食事ができそうなのは初めてじゃないか。このメンツで飯にするといつも俺らが喧嘩してぐちゃぐちゃになるもんな。お前が食事の準備をしようとしないから悪いんだろ、ひよこウサギ。そうだよ、バカウサギが悪いんだよ。なんで俺が悪いんだよ。てめえらが準備すべきだろ。俺は上司だぜ。なんで俺がお前らの分まで準備してやらなくちゃならねえんだ。僕らの労働条件に上司の食事の準備をするなんて項目はないよ。給料以上のことはしない主義なんだ。柔軟に動けよ、クソガキ、クソチビ。チビ？誰がチビだって？このウサギ。誰がウサギだ？もう容赦しねえ。容赦なんていらないよ。負けた時の言い訳にする気だろ。いい度胸だ！やろ！という感じに、いつも食事までにかなりの時間を要するわけだ。食事が吹っ飛ぶこともまま。いつも私は関係ないので、自分の分だけ確保して遠ざかっている。いつもどこかのウサギのせいで潰れてたり消し飛んだりしているもんね。まったく迷惑なウサギだよ。消し飛んだのはてめえらが後先考えずにぶっ放したからだろ。前に料理に大穴開けたのはあんただろ。返したこともあった。あれはお前らが。食べ物の恨みは根深いんだよ。そうだよ、お金の次の次の次くらいに重要なものだ。
いただきます、お姉さん。いい子ぶりっこすんな、ガキども。いただきます。おいしいよお姉さん。おいしいねお姉さん。うん、うまい。今度作ってやればいいじゃないか。では作らなくてもいい。面倒なことは私も嫌いだ。全部メイドにやらせるべきだね。